はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。製麺機です。今回のね、家ラーメンはね、ネギ味噌ラーメン作りましたね。でね、今日本当はね、動画撮影するつもりなかったんで、あの麺はね、菊水さんの麺使って、スープは藤原製麺さんの味噌ラーメンのスープを使ってます。その辺ね、あのちゃんと撮影すればよかったんですけど、もう最初撮影するつもりなかったんで、撮影してなくて申し訳ないです。買い置きのね、もやしの賞味期限がね、昨日で切れてて、で急遽味噌ラーメン作ったんでその辺で撮影してなくて申し訳ないですね。こんな感じでね、ひき肉を入れて、ひき肉ともやしを一緒に炒めて、あと味噌のこのね、ラーメンのスープで煮込んで、でまあ寂しいんでちょっときくらげ入れて、でちょっとざく切りの白髪ネギを乗せて、ネギ味噌ラーメンにしてみましたんね。今日はね、これをいただいていきたいと思います。ライティングいいかな、暗い、こんなもん。ではね、早速いただきます。これね、菊水さんの太めの麺ですね。札幌ラーメンとかに使うやつかな。ちょっと平打ちっぽくなってますけどね。では早速いただきます。札幌ラーメンの麺のね、あの風味がありますね。ちょっと色も黄色っぽくてね。味噌ラーメンによく合う。でスープこんな感じね。これはあの藤原製麺さんの味噌ラーメンのスープですね。スープだけ単品で売ってるんで、藤原製麺さんって言うとあのインスタント麺のね、袋麺のあのイメージ強いですけど、単品のスープとかも売ってるんで、でもやしとひき肉ね、豚のひき肉入ってます。ちょっとね、きくらげも入れて、こういうきくらげとか入ったひき肉の味噌ラーメンとかもありますよね。ちょっとこう本格中華の、あの中華料理店のあの味噌ラーメンみたいな感じ、イメージ、こういうきくらげがこう入ってるね。で、そういう感じのイメージでちょっと入れてみましたけども、味噌が香ばしい。ニンニクとかそういうのも入ってるんでしょうね、スープに。おネギはちょっとね、ざく切りにした方が食感がいいんで、ちょっと太めのね、これザクザクな感じに切ってます。この方がね、ネギがもうシャキ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 して美味しいんで。結構ね、もやしも3分の2袋分ぐらい残ってたんで、もやしも結構入ってるんですけど、
このレンゲちょっとあんまりスープが救えなくてね、キクラゲもコリコリで美味しい。ひき肉からもね、ひき肉のこの出汁が出るんで美味しいですよね、味噌ラーメンにひき肉。あんまりお味噌のスープも濃厚すぎてもね、くどくなるんで、このくらいちょうどいいかもしれない、うん、薄すぎず濃すぎず、どっちかっていうとまあ濃厚寄りですけど、そこまですごくもうくどくなるほど濃厚ってわけじゃないですね。うん、うん、うん、ではどんどん続きをもうちょっとね食べていきたいと思います。救えるかな、うまく。この穴開きレンゲに穴がちょっと大きいんで、ひき肉がね穴からね抜けちゃうんですよ。うん、あとはひき肉残ってるのはあの動画終わってからねゆっくりすくって食べます、長くなっちゃうんで。うんうん、ごちそうさまでした。今日も美味しかったです。では今日のね家ラーメンはネギ味噌ラーメン作っていただきました。今日もね最後までご視聴していただきましてありがとうございました。またね動画編集してアップしたいと思いますんでよろしくお願いします。ごちそうさまでした。